いやあそろそろ本格的に冬アウター検討したい時期だな冬の着こなしの中でも特に目立つ部分だからここにはちゃんと投資をしたいだけどもいろんな選択肢があるからどれ選べばいいのかわかんないんだよな誰かお隣に似合うような鉄板の冬のアウターを教えてくれる人っていないのかなと思ってる皆さんこんにちはスタイリストの大山俊です今回の動画なんですがお隣に合う鉄板冬アウター参戦というテーマでお届けをしたいなと思っています、まあ、今年の冬もですね ちょっとまだ分からないですがなんか温かいような予感はしてるんですね、まあ、少なくとも数十年前に比べると暖冬の傾向があるかなと思うんですがまあそろそろ具体的にですね冬アウター考えてる方多いんじゃないのかなと思います着こなしの中でもアウターって僕は最も重要度が高いと思ってるんですねまずは上半身と下半身で言ったら圧倒的に上半身の方が目立ちますその中でも内側よりも外側に位るものの方がやはりですね視界には早い 入りややすすすいいででし、目立ちやすい存在なのでここにはちゃんと投資をしてあげた方が全体のバランスは整いやすいかなと思ってるんですねなので1年間を通した主役中の主役クイアウターですねこれはかなり重要度が高いかなと思いますそこで今回はですね個人向けスタイリスト歴15年の僕自身がですねいろんなショップのですねアウターを見ながらこの辺りは大人世代におすすめですよというものを具体的に3つに絞り込んでみましたのでぜひ皆さんよかったらお付き合いいただければなと思っています ま、三つのですね、アウター、それぞれ立ち位置が全く異なるんですね。綺麗めなもの、カジュアルなもの、その中間的なもの。まあ、この三パターンすべて持つ必要はないかなと思うんですが、この中から皆さんのライフスタイルだとか、お好みに合うものを2パターンぐらい持っておくとすごく便利かなと思いますので、よかったら今後のお買い物の参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けて、メンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方も よろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい。ということで、ここから具体的にですね、大人に似合う冬アウターをですね、皆さんに一点ずつご紹介したいなと思ってるんですが、まずは一つ目、最もベーシックで使いやすい、大人には欠かせないアウターとしてですね、ロング丈のコートがあるかなと思うんですね。まあ、その中でも今回具体的にご紹介したいのが、こちらですね。アーバンリサシドアーズのウールメルトンステンカラーコートですね。まあ、このようなステンカラーコートというのは、もう最もベーシックなロングコートなので、一度買えば長く使えるので、 僕は投資をしてもいい対象なのかなと思います、まあ、コートの形としてはこのようなステンカラーコートもあればチェスターコートと呼ばれるようなジャケットの着丈をそのまま伸ばしたようなものもありますよね、まあ、どちらも定番的な位置づけなのでどちらを選んでも間違いないんですがよりこうベーシックで使いやすいのはステンカラーコートかなと思います、まあ、ドアーズのですねこのステンカラーコートに関しては毎シーズンこう定番的にリリースされているもので肩はラグラになっていて少し丸みがあります身幅に関してもやはりステンカラーコートなので 少しゆとりがあって、丈も長めの印象です。で、素材に関しては、ウールとポリエステルをミックスしてありますので、ウール特有の上品な微光沢も楽しめますし、まあ、ウール100%だとちょっと重かったりだとか、まあ、取り扱いの部分では、ポリエステルが混ざってる方がより楽かなと思うので、この辺りのウールとポリエステルがミックスしてるのはすごくいいバランスかなと思っています。デザイン的にも癖がないので、これはですね、結構使い勝手がいいなと思うんですね。で、色の展開は3色になっているんですが、 個人的にはブラックだと結構ビジネスっぽい感じがするかなと思うので少しずらしてダークグレーですねこちらを選んでいただければオフのシーンでも使えますしあとはもちろんオンのシーンで使っていただいてもスーツだとかビジネスカジュアルのセットアップのスタイルにはハマりがいいかなと思うのでまあ兼用できるかなと思いますまたもうちょっとカジュアルに振るのであればトープというカラーですね、まあ、ベージュとブラウンの間ぐらいの色味でまさにこう秋冬っぽい色合いかなと思ってましてこの3色の中では最も ですね、おしゃれなな雰囲気は漂いいいやすすかなと思います、まあ、個人的にはダークグレーのシャープさも好きなんですがトープのような少しこう秋冬っぽさが漂う色も好きなので、まあ、この色が一押しかなと思っていますで色合わせに関してもトープそんなに難しくなくて内側に着る丸首のニットなんかはオフホワイトだとかライトグレーだとかそのあたりの明るい色でもいいですしこちらの写真のようにオレンジ系のニットと合わせていただいてバランスよくですねグラデーションを組んでいただくのもいいかなと思いますボトムスに関してはブラックで引き 締めれば問題ないので意外とですね使い勝手はいいかなと思いますでベーシックなステンカラーコートの形ではあるんですがまあ、襟を立てて着ることができるのでこの辺りの見え方もトレンド感をちゃんと抑えているのでそういった点で見てもすごく面白みのあるアイテムかなと思います、まあ、決して安くはないコートではあるんですがしっかりとウールを使っていて複数年使うというところを考えれば、まあ、ギリギリ手が届く範囲かなと思いますのでよかったら皆さんもチェックしていただければなと思っています はい、続いて2点目の冬のアウターなんですが先ほどはですね、ステンカラーコートという最も綺麗めなですね、アウターをご紹介しました今度はですね、真逆に行くような最もカジュアルでサクッと着やすいような防寒性の高いですね、アウターをご紹介したいなと思います、まあ、このジャンルに位置するのがいわゆるダウンというものなんですが、まあ、結構ダウン自体の価格がどこも高騰してるんですねですのでユニクロのような価格帯を抑えたショップであればダウンもおすすめしやすかったりす すすするんででがななかなかですねそれ以上のセレクトショップのオリジナルとかになってくるとダウンがですね4万円近くなってきたりするのでちょっと高いなという印象が個人的にはあるんですねしかも最近は結構暖冬の傾向があるので、まあ、ダウンまでいかなくても中綿のアウターで十分だという方も多いかなと思います、まあ、僕自身も実際にそうなので、まあ、今回ご紹介したいのはダウンではなくて中綿のアウターになりますシップスエニーの多機能中綿ツートンスタンドブルゾンですね価格は1 9800円ということ ダウンに比べるるととだいいいいいいいぶでですすね価格帯ががが落ち着いてていので、まあこののこりが結構使い勝手がいいんじゃないのかなか思っています、まあ、今回の動画を作るにあたって様々なサイトを見てみたんですね。やはりセレクトショップのオリジナルのダウンは軒並みですね、値上がりしていまして、以前であれば3万円台前半で買えていたショップもですね、やっぱり4万円ぐらいになってるところも多かったりしたので、なかなかハードル高いなと感じてるんですね。その中でこのシップスエニーのですね、中綿のアウターに関しては、まずはベースのデザインを見ていただくと、まあ、ダウンと同じ ようなですね着丈の短いアウターになってるんですが襟部分ですねフードはあえてついていなくてスタンドカラーになっていますこの辺りは襟元すスッキリとしてなおかつトレンドをしっかりと抑えたような襟型になっているのでなかなかバランスがいいなと思いますでシルエットも少し丸みがあって丈も短すぎないのが大人の男性にもハマりやすいポイントになってくるかなと思いますで腰元にはおっきめの蓋付きのポケットがついていて一つのアクセントになっていますし胸元にも縦にジップが走る形で荷物の収納量もしっかりと格好してあります まあ、メニタリーライクでなかなかデザイン的にもまとまりがいいのですごくいいアウターだなと感じていますカラー展開は4色あるんですがブラックだとかネイビーが合わせやすいんですけども個人的におすすめしたいのはまずはチャコールグレーですねこの色を選べばいつも僕がご紹介しているブラックのパンツと合わせてもモノトーンで収まりがいいですし黒黒にならないので重たすぎなくてちょうどいいんですねそういった意味ではチャコールグレーがすごく個人的にはおすすめのカラーになってきますまたオリーブもすごく良くて ミリタリーライクなオリーブではなくてすごく濃い色のですねオリーブになっているので少し変化球はあるんだけどもやぼったくならないというところでかなりいいカラーだなと思っていますなので正統派の方はチャコールグレー少しオシャレ感を出したい方はこちらのオリーブを選んでいただくと人との違いも出しやすいかなと思いますしまたユニクロダウンとは違ったようなちょっと凝った見え方になってくるかなと思うのでこの辺りの色をおすすめしたいなと思っています機能性素材も使われていまして表面の素材には撥水防水加工してありますのでこの辺りも安心感があります しますあ中綿を入れることで通常のマウンテンパーカーに比べれば暖かさはちゃんと確保されているのであとは内側をしっかりと着込んでいただければ冬でもですねこちらのアウターで十分という方は非常に多いんじゃないのかなと思いますもちろん雪が降るような地域だとちょっと心もとない感じはするかなと思うのでその辺りはお住まいの地域だとかあとは寒がりかどうかによって判断した方がいいかなと思うんですが個人的にはこれぐらいのアウターでも冬は越せるかなと思っています、まあ、通常ののダウンというもががどんどんん値上がりする中で中で アウターという選択肢が今後ますますですすでね増えてくるかなと思うんですがその中でもデザイン面で見てもトレンド感漂っていて旬な見た目になりますしかといって行き過ぎたデザインではないので一度買えば複数年使えるようなものかなと思うのでこちらのアウターすごく優秀だなと思いますのでぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。 はい、続いてラスト3点目のアウターなんですが先ほどご紹介したステンカラーコートよりはカジュアルなんだけども中綿のアウターよりは少し綺麗めという中間的な位置づけですね実はこのあたりが個人的にはすごく大好物だったりするんですが今回ご紹介したいのはこちらですねグリーンレベルのセントデールールカバーオールですねこちらは昨年もですね皆さんにご紹介しているので知っている方とか持っている方も多いかなと思いますグリーンレベルさんとコラボレーションして昨年作らせていただいたモデルの 今年バージョンとしてニューリリースされているのがまさにこちらのアイテムなんですね素材としてこのセントデイルールというのはグリーンレベルの中でもステンカラーコートだとかチェスターコートにも使われているので真冬のきれいめなアウターに使われるような素材感なんですね膨らみ感があってウールもこん棒されているので上品な見え方になるような素晴らしい素材感なんですがこちらをロング丈のコートではなくてミドル丈のアウターにですね使っていてカジュアルな着丈感ではあるんだけども素材感は上品というところでまあほにですね綺麗 メとカジュアのの間をついいいいいいたようななな商品で使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています僕自身も去年こちらのですねコラボレーションアイテムはめちゃくちゃ使いました結構寒い時期にもガンガン使っていて内側着込めば全く問題なかったのでその点ですね冬場でもガンガン使えるようなアイテムかなと思います、まあ、デザインのベースとなるのは僕も自分のブランドでも作っていますがカバーオールになってるんですね、まあ、通常だとデニム素材を使うことが多いんですがこちらは上品な膨らみ感のあるウールを使うことでだいぶですね見え方としてはおといです なっぽく上品になってるかなと思います去年のモデルとの違いなんですが胸のポケットを省略して腰ポケット2つだけにしてあるんですねで、腰のポケットに関しては蓋をつけることで少しアクセントをつけてるんですねこのあたりもちょっと見え方は変わってるかなと思いますもちろんこのまま着ていただくのもいいんですがこちらもですね一番最初のステンカラーコートと同じように襟立てをして着ることができるんですねそうすることでマフラーしなくても十分に暖かいですし見え方としてはスタンドカラーのような今っぽさも作ることができるので結構こういう機 使い方もお勧めしたいところかななと思いいいますすすカラー展開はででね4色ににっているんですが個人的にイチ押し,したいのはモカですねこの辺りのベージュとブラウンの間ぐらいのカラーというのは一番最初にご紹介したコートもそうなんですが柔らかみも出ますしなかなかですね他の人は着ないカラーでもあるので人との違いも出しやすいかなと思うので一押ししたいのはまさにこの色かなと思いますもしくはこちらもダークグレーというですね鉄板カラーがあるのでよりベーシックに使いたい方はダークグレーですねこれ選べば 僕自身もなんだかんだでセントデールのダークグレーは持ってますがめちゃくちゃ使い勝手がいいのでまぜひこの2択で検討していただくといいかなと思います。 いつも通りブラック系のパンツにも合いますしあとはホワイトデニムみたいな爽やかなものにも結構どちらの色もあったりするので一つあるとすごく使い勝手がいいと思いますねロング丈のコートに比べると丈が長すぎないので着たまま車が運転できたりだとか脱いだ時にもかさばらなかったりだとかこのあたりも含めて結構ですねこの中間的な立ち位置のアウターが使い勝手いいんですねなのでロング丈のコートだとちょっと綺麗すぎるかなという方にはこのカバーオールがバチッとハマるかなと思うのでぜひ皆さん今年の選択 出るカバーオールもですねチェックしていただければなと思っています はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では大人の冬アウター参戦ということでお届けをさせていただきました。復習をすると、まずは最も綺麗めでオーソドックスなウールコンのステンカラーコートがあり、そしてカジュアルな中綿のアウターがあり、その間のカバーオールという形で3つのですね、個性の異なるアウターをご紹介させていただきました。まあ、どれもですね、セレクトショップのオリジナルということで価格帯はあまり安くはないかなと思うんですね。ですが冒頭にもお伝えした通り、このようなアウターというのは着こなしの主役になる なのでちょっと頑張って投資をした方が全体のバランスは取りやすいかなと思います、まあ、アウターがちょっとお金をかけたのでボトムスはユニクロだとか無重視にしてみる内側のニットも GU だとかグローバルワークにしてみるだとかそのような形でバランスを取っていただければアウターが高いだけでもう、まあ、結構他のものもですね高見えしてくるような形なのでまぜ、あ、ひですねこういったしっかりとしたアウターもですね検討していただくのもいいんじゃないのかなと思いますたださすがにですねアウターの価格安くはないかなと思うのでもうちょっと買いやすい価格帯のアウターもまた また後日ご紹介したいなと思っていますのでそちらの方もよかったら参考にしていただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っているんですが普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週末に1本ですねライブ配信を行っていまして皆さんから いいいただいただご質問にお答えすする形ででワイワイ楽しくやっていますので気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっていますこちらの方では動画ではなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムを、えー、ほぼ毎日皆さんにご紹介をしています僕も記事を書いていますし僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれていますまた参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるのでおしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティ になっていますので気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。